お疲れです。よちみです。今回はですね、春菊と、キノコの、お浸しをやっていきたいと思います。ボイルして、浸し汁を作って、そこに漬け込むだけなので、簡単にできますので、季節でいろんな野菜のお浸しできると思いますので、ぜひ試してみてください。では早速やっていきたいと思います。よろしくです。お浸しの浸しにつける汁を作っていきます。割合としては、だいたい、だしが10杯に対して、今回は、薄口醤油を使うんですけども、やっぱお浸しの時はやっぱ緑色を出したいので、薄口を使います。でも家庭なければ濃い口でも大丈夫です。で、だしが10に対して醤油が1、みりんが1入れていきます。で今回は、こちらは、4合分のだし入ってます。720cc ですね。なので、720cc なので、72ずつみりんと醤油を入れていきます。これで72ですね。で、だし汁に対して11で、基本的なこれで浸し汁ですねの、これであと一度沸かして完成になります。はい、ではこちら春菊ですね。洗った春菊を、切っていくんですけども、どうしてもこの軸と葉の食感が違うんで、あの吉文ではこう全部、葉を全部剥いてます。そうすると、葉は葉でボイルして軸は軸でボイルしてます。はい、こちら、葉っぱ蒸しった春菊ですね。そしたらこちらを、そうですね、半分くらいでいいと思うんで、こちら半分にしていきます。よいしょ。あと軸の方はですね、そうですね、このくらいの大きさだと、そうですね、4等分くらいにちょっと切って、細かく、よし、こんな感じですかね。はい、お湯が沸いてきたんで、ですね、春菊ときのこを茹でていきます。ではちょっとお塩を入れていきます。でまずお塩を入れたら、先ほどの春菊の軸の方ですね、軸の方を先入れていきます。よいしょ。はい、こちらほうれん草の軸の方が、このちょっと先に1分ちょっと立ったんで揚げてきます。ほうれん草の葉の方を入れてきます。葉の方は30秒から、そうですね、40秒くらいで大丈夫です。今春菊が茹で終わったんで、そしたらキノコを茹でていきます。カッチュッカッチュッ。はい、こちらですね、キノコが茹で上がったんで取ってきます。よいしょ。こちら一旦水でさらします。さらして冷ましちゃいます。こちら晒したやつですね、冷ましたやつを今度絞って、先ほどつけた浸し汁に漬け込んでいきます。で結構大量に仕込むときは、汁を多めに作って、下漬けとかしたりするんですけども、家庭でやるときは下漬けするほどこう出汁醤油とか無駄にすることないので、水だけこうちょっとしっかり絞って、出汁につけてもらえればお浸しになります。はい、こちらあと冷蔵庫に入れてちょっと味をなじませます。
すぐ食べても全然問題はないんですけども、やっぱちょっと1時間くらい置いてから味が染み込んだ方が、しっかり味が乗っておいしいお写真できます。はい、こちらお湯が沸いてきましたんで、ちょっとお酢を入れます。そしたら先ほどの生き肉ですね、生き肉を茹でていきます。はい、そしたら揚げていきます。じゃあ次は、こっちですね、もっと菊の方を茹でていきます。はい、揚げていきます。はい、こちらそれぞれ水で洗って、酢水ですね、薄いあんまり濃くなくていいので薄い酢水でちょっと、保存して、それを、酢の物に使ったり、お浸しに使ったり、菊花のあんかけに使ったりいろいろ使い分けしていきます。今回はとりあえず、酢水で一旦保存します。はい、こちらですね、こちらがお浸し、こちら完成したのでちょっと食べてみたいと思います。いただきます。いただきます。うまいっす。簡単にできますんで、ぜひ試してみてください。